東シベリア鉄道支社は、ロシア鉄道公開株式会社の支社の一つであり、1934年に創設された。従業員数は4784人である。シベリア連邦管区に属するイルクーツク州、ブリアート共和国、ザバイカリエ地方、極東連邦管区に属するサハ共和国のロシア、鉄道線を管轄する。人口規迫で、 大部分が未開発の東シベリアの鉄道建設が最初に提案されたのは1870年代から1880年代にかけての話であった。1884年のエカテリンブルクチュメニカンのウラル鉄道の完成後には建設の必要性が顕著になり、1887年にはシベリア鉄道の予定ルートを調査する組織が設立された。 1893年5月には、シベリア鉄道建設委員会が設置され、1895年には、チェリャビンスク駅から、オブ駅が開通した。同年12月6日には、クラスノヤルスクまで開通し、1897年には、イルクーツク、バイカルスキーと、バブシュキンスレテンスク間の建設が開始、1898年には、トゥールンイルクーツク間が完成した。 1905年には最も難所であったバイカル湖岸区間が開通し、シベリア鉄道は全線開業した。ソ連成立後の1922年の1926年には、アチンスク・アバカン鉄道が建設され、クラスのヤルスク地方とハカス共和国、トゥバ共和国の各経済圏が接続された。1940年には、ウランウデナウシ期間の鉄道が開通し、 モンゴル国境やグシノ子ジョールスクの単元に接続するようになった。第二次世界大戦後の1948年には貨物輸送量は戦前の水準に回復し、1958年には大ェトブラーツクレナ間の鉄道が完成し、アンガラ川及びレナ川流域の盆地とシベリア鉄道が接続し、イルクーツク州北部と サハ共和国への物資供給も安定するようになった。1965年末には、アバカン大シとカウン 647km が、電化路線として開通し、極東、シベリアから、クズネツクタンンや、カザフスタンほか中央アジア方面へのアクセスが大きく、改善した。ありがとうございます。